アントワン・ウォーカーは、アメリカ合衆国のイリノイ州シカゴ出身の元プロバスケットボール選手。日本では、おかさまの愛称で親しまれている。身長206センチメートル、体重111キログラム。ケンタッキー大学に進んだウォーカーは、ディック・ピティーノの指導の下、トニー・デルク、ロン・マーサー、デレック・アンダーソン、ウォルター・マッカーティラと共に、NCWA タイトル獲得に貢献した。 二年でアーリーエントリーを表明し、1996年の NBA ドラフトに一巡目6位で指名される。以降ボストンセルティックスの中心選手として7シーズン、活躍した後、ダラスマーベリックス、アトランタホークス、マイアミヒートを経て、ミネソタティンバーウルブズに所属。NBA オールスターゲームには、セルティックス時代に3回選出された。ヒート時代の2006年には、 シャキール・オニールやドーエイン・ウェイドラを助け、キャリアで初めての NBA 制覇を成し遂げた。優勝が決まった NBA ファイナル第6戦では14得点、11リバウンドを上げ勝利に貢献した。2007年10月24日、ウォーカーはミネソタティンバー・ウルブズに放出された。2008から09シーズン前、トレードで今度はメンフィス・グリーズリーズへ移籍。しかし、バイアウトで、 解雇されて FA になった。このシーズンはどこのチームとも契約せずに終わった。その後は NBA デベロップメントリーグ等でプレーした後、2012年に引退を表明した。ウォーカーはパワーフォワードでありながら、ボールハンドリング、アウトサイドシュートに優れていた。インサンドでリバウンドを取ったり、時にはポイントフォワードとして味方の得点をアシストする場面も見られるなど、 非常に多彩なプレイヤーであったが、乱発気味の3ポイントを非難されることもあった。パットライリーヘッドコーチのコンディション作りについて、いけない面が出ており、06から07シーズンは、体脂肪が規定値を上回ったために試合に出られなかったこともあった。 nba.com スラッシュ playerfilepersonage.nba.com スラッシュ playerfile 中山めぐみスーパースターに学ぶバスケットボール株式会社な目め社2003年50ページ ISBN4 から816334378ありがとうございます